スタジアムにお集まりの仙台サポーターの皆様、そして中継をご覧の皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはベガルタ仙台、金久保純選手です。決勝ゴールとなりました。早い時間帯でのゴール、振り返ってください。そうですね、ホーム開幕戦のような展開にならないように気を引き締めてできたと思います。震災から5年が経過してのゲーム、こう両クラブにとって意味のあるゲームだと思いますが、どんな気持ちで臨んだんでしょうか。僕も茨城県出身ですし、普通にサッカーをできることがどれだけ幸せなことかをかみしめながら、今日はプレーしていました。仙台ホームは去年の8月以来待ちわびていた多くのサポーターがいます。最後にメッセージをお願いします。今日は、後半はなかなか思った通りのサッカーができなかったですけど、仙台らしい粘りと強い気持ちで勝ち点3が取れたと思うので、次もしっかり頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日のヒーローはベガルタ仙台、金久保純選手でした。